見てください、これハイビスカスですよ、どこ見ても。すごいです。このね、ご覧ください。はい。これはもうね、わかりやすいギャルの方でございましてね。いやいや、お名前。あ、キングです。キングさん。はい。キングさん、浜松ですか。浜松ってか、岩手です。浜松の隣。今日はそこからいらっしゃるんですか。はい、いらっしゃいました。今日うちの会社でたまたまね、エッグの撮影もやってて。もう今時のエッグ。の人って、まあ、こういう感じじゃないんですよね、またね。まあ、一昔前の。ね。やっぱそこに。私今25なんですけど、なんで私が流行ってたのは、ラン好きの方で。そう。で、私は当時は白ギャルだったんですよ。で、黒ギャルを始めたのは、それこそ20歳になってから。ギャルの、知識薄くてすいません。暴走族ばっかり取ってるもんですから。ちょっと今日は、今日は衝撃を受けておりました。こちらウーハーも積んでますね。はい、ピコです。いやー、あ、ピコだ。ピコが大好きで。ピコってこういうのも出してるんですか。出してます、出してます。なんならハンドルもピコだし。あ、ピコだ。ピコピコしてる。芳香剤もピコだし。ピコだらけです。見てください、これハイビスカスですよ。どこ見ても。リゾートみたいな。ね。これは何、普段使いをしている。そうです、そうです。普通にこれで仕事行ってます。ああ、なるほど。周りの方は何ておっしゃいます。私、仕事の車もちょっと派手なんで、あんまり何も言われない。あ、もう麻痺されてるわけですね。なんか、ああ来たなぐらいで思われてない。仕事自体がもうトラックなんで、私が。あ、トラック運転されてるんですか。トラックの中はどっちかずっとなんか昭和臭い感じかな。そうか。まあどっちにしてもデコレーション大好きっていう。そうですね。そうですね。おお、なんかジャングルみたいになってますけど、これはもうみんなつけてるけど、これは定番なんですね。だけどそれは泡が大きいタイプで、本物の当時物なんですよ。あ、当時物出ましたね、またね。ピコのハンドルカバーも当時物です。この年代で言ったら2000年代ぐらい。2000年代。あと灰皿が超可愛いんですよ。九州とかでよくあるじゃないですか、チューリップ灰皿みたいな。はいはいはい。フリマで見っけて、闇市みたいな。闇市で購入。ちょうどバイクのパーツ欲しいなって思って行ったら売ってて。バイクも乗ってんですか。バイクも乗ってます。今持ってるのは原付です。ラブっていう。ラブ。はい。ビーって言いながら走るやつですか。ビーって言ってるらしいですね。やっぱりね。コパトーン積んでるんです。コパトーンだ。コパトーン懐かしい。なんなら平成っぽいって言ったらつけま。私が中学生ぐらいの時によくプリクラ撮ると、これか綿棒かみたいな。へえ、そうなんだ。体感はインスペクションっていうエアロを巻いてて。聞いたことあるかもしれないな、インスペクション。インスペクションのエアロはあんまりもう今出てなくて、リアの部類ですね。まあホイールは適当にヤフオクで14000円で買ったやつ。あ、そうなんですね。ユーロラインもどき、バンパーお持ちやってます。若干ね。昨日 F.R.P. でくっつけました。じゃないと高速で飛んでいきそうだなと思って。なるほど。アイラインも自作だし。あ、アイライン自作なんですか、これ。自作です。この。自分もともと板金屋で。あら。そうなんすか。板金屋さんのくせにここビリビリじゃダメ。板金自分の車適当なんで。じゃあ今この車と原チャリを所有していると。他にも180とか71のチェイサーとか、街道レーサー風の。それはもうフルノーマルで、これからレストアあんまり出てこないし、チェイサーだとなおさらあんまり人気なかったから、球数がなんかそんなに多くないなって思って、だからこそ希少価値がね、今出てる。もう取っとこうと思って、とりあえず飽きたら屋根切りゃいいやと思って竹やりつけてなんだかちょっとカテゴリーがよくわからないくなってますね。ちゃんぽんです。ちゃんぽんだね。いいとこ取りですね、全部ね。ただ次単車欲しいんで、YT 売ろうかなっていう。ギャル車はもう一生乗ります。これは乗ると。これはもう一生で、あともう一台ミラジーノがあるんですけど、そっちも一生乗る。何台持ってんですか、一体。分かんない。何者ですか、あなたは。本当にしがないギャルです。いやいやいや、そこら辺の排水溝とかにいるギャルです。いや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 、おギャル、おギャルじゃ。ありがとうございます。はるばるありがとうございました。